いざ出動、一撃でクリアっと。若様、ご機嫌ですね。うわ、びっくりした。え、なんだ、カオルか。はい、私です。外までよく歌が響いてらっしゃいましたよ。聞いてるなよ、恥ずかしいな。どうかしたか。任務の残務処理の報告に参りました。ああ、そうか、ありがとう。上がったら聞くよ。いえ、できれば今すぐに。失礼いたします、若様。では報告させていただきます。今回の任務におきましては、以上です。何かご質問はおありですか。いや、何もないよ。うん、ないない、問題ない。本当ですか。なんだか上の空でしたが。そりゃお前、あ、いや、そうだな、後で報告書を読むから置いといてくれ。はい、かしこまりました。っていうか、それ今ここで聞く必要あったか。脱衣所からとか風呂上がってからじゃダメだったのか。いえ、ついでに私もお風呂をいただこうと思いまして。お背中をお流しいたします。ちょっと待て。若様が小さい頃はよくお風呂に入ったでしょ。そうだが。失礼いたします。若様、ご一緒させていただきます。おう。とてもいいお湯ですね、若様。そうだな。若様、そんなに気を使わないでください。いや、しかし。私が後から入ったのですから、若様が気を使う必要はありませんよ。うん。ささ、お風呂はリラックスするものです。そうだな。カオル、窮屈じゃないか。ええ、大丈夫です。若様こそ遠慮はなさらないでください。いや、それはちょっとまずいって。何がまずいんですか。ノーコメント。若様は真面目ですね。でも、サイカやトキコとは今も一緒に入ったりするのでしょ。何言ってんだ、入るわけないだろう。本当に。サイカはともかく、トキコとも入らないよ。意外ですわ。なら、大きくなった若様とお風呂をご一緒できたのは私が最初ということになりますね。そうなるかな。ありがとうございます、若様。いや、
どういたしまして。こうやっていると昔を思い出しますね。覚えていますか、本家の大風呂。もちろん。うちの風呂はでかかったな。カオルにサイカにトキコ、ガイサにジューベイにヘビコ、全員で入ってもまだ普通に泳げたもんな。若様はお湯の中でじっとしているのが苦手で、もう出るって言ってるのをトキコにまだですって、よく100まで数えさせられていましたね。あったあった、懐かしいな。でも、もうおとなしく風呂に入れるようになったぞ。それはようございました。そうだ、覚えてるか、みんなで入っていたら八重門がやってきて、カオルたちが出て行けって言ったらさ。覚えていますわ。八重門たら体も声も小さく聞こえんなって。言ってた言ってた。挙句あのでかい体でザブンと入ったもんだから、お湯が一気に溢れちゃってひどい目にあったよな。そうでしたそうでした。全員で八重門をお風呂から追い出したんですよね。あれはいい気味でした。懐かしいですわ。ああ、懐かしいな。ええ、本当に。どうした？いい、天井から雫が、はあ、驚いた。俺もびっくりしたよ。いきなり可愛い声が出たから。可愛い？あ、いや、いつもクールなカオルらしくない声だな。あら、可愛いの方が私は嬉しいのですが。ところで若様、だいぶリラックスされてますね。え？あ、すまん。あまりジロジロ見ては失礼か。私は若様になら見られても構いません。いえ、変な意味ではなく、若様にお仕えする者として、この身に何も恥じるところはないという意味で。ああ、わかるよ。カオルはすごく綺麗だ。ありがとうございます、若様。それに、やっと気がついたんだけど。何でしょうか？カオル、綺麗な肌だけど。だけど？よく見ると、傷があるね。たくさん。くの一ですからね。この一つ一つが、風魔のために。さあ、忘れました。今はあなたのため。苦労をかけるね。若様、あなたは宗家当主。鉄火院薫のすべてはあなたのものです。ありがとう薫。お背中をお流しいたしましょうか、若様。うん、そうだな、頼もうかな。かしこまりました。